おはようございます、ボス&クイーンです。おはようございますと言いながらいきなり夜の動画です。夜の海に猫ちゃんを見に行きました。でもパパ気づいたんです。真っ暗な夜の海、全然猫ちゃん撮影できませんでした。ただね、猫ちゃんはいるんですが暗いです。しかもね、マイナス3度です。それは猫ちゃんたちね、寒くて、自分のお家から出てきませんということで、今日はね、クイーンちゃんの新しい首輪でのお散歩動画、撮影していきたいなと思います。朝一の我が家のキララ、とてもね可愛いです。どうですか、めっちゃ可愛い女の子です。そしてね、実家のクロちゃん、クロちゃんのね、いつも一緒に暮らしているミミちゃん、ふさふさモフモフです。そしてね、欠かせないのはお猿の恥ずかしがり屋モッチちゃんです。もうね、15年から20年ぐらい、パパね、一緒に暮らしていました。そして茶太郎くん、茶太郎くんはね今6年目ぐらいかな。そしてちらっと映った我が家のうららもね保護猫です。じゃあね、クイーンちゃん、新しい首輪をつけてね大興奮です。どうですか、チクチクしててね、かなりワイルド、そしてねいかついです。ただね、パパね、クイーンちゃんにつけてから思ったんです。クイーンちゃんね、普段めっちゃパワフルなのに、こんなねチクチクの金属つけたらね、めちゃくちゃ危ないんじゃないかなってことね忘れていました。クイーンちゃんね、お散歩しているときはね、こんな感じでボス君とね一緒にお散歩しているんですが、パパとね二人っきりになったときね、ボール遊びとかね首輪つけてするとかなりねやばいです。もうね、何がやばいってね、まずガラス割れるん違うかな。そしてね、パパに飛びついてきた時、まあね、パパがね、クイーンちゃんおいでと言うとね、クイーンちゃん走ってきます。止まりません。そのままねぶつかってきます。もうね、頭とかね、パパスキンヘッドとかね坊主にしているんですが、頭とか当たるとね、もうねどうしようってね、すっごく考えます。それぐらいね金属です。もうね、言うとね、釘みたいなのがいっぱいついてる感じです。先っちょね、もうちょっと丸いんですが、かなりねワイルド、そしてねいかつくてね、かっこいいんじゃないでしょうか。一緒にね購入した、リードはねまだ来月届くんで、たちまちね、短引きリード、短いリード押しをしていてね、あんまりね似合ってませんよね、首輪とリードが。でもね、また黒色の首輪着たらね、きっといかつくてかっこよくなるんじゃないでしょうか。またね楽しみにしていてください。ということで、今日はね、猫ちゃん、海に猫ちゃん探しに行ったり、我が家の実家、そしてね我が家の愛犬猫ちゃんたちね、クイーンちゃん新しい首輪でお散歩行ったよ動画でしたが、どうでしたでしょうか。この日もね1時間ぐらい、1回のお散歩で行ったんですが、とても暑くてね、ボス君ねもうねよだれ垂れてね、もうへー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 言うてね、休憩しながらのお散歩でした。やっぱりね、これから、暑くなってきたらボス君には辛いです。またね、2日ぐらい前の動画にも、ボス君はねお家の中入ってきませんという動画があるので、よかったら見てください。やっぱりね、こんだけモフモフふさふさだとね、ボス君かなり暑いです。これからね、またどうしようか、今年もねサマーカットしに行こうかどうか、悩んでいます。でもね、やっぱりした方がね、いいんじゃないかなとパパは思います。農薬もね、田舎なんでしているんですがね、ワンちゃんにとったらね鼻がいいのでね、農薬、苦しそうでした。ということで、今日はね、こんな感じのパパトークだったんですが、いつも、最後まで見てくださり、聞いてくださりありがとうございます。じゃあね、もうお家に帰ってきて、ボス君は日陰で休憩して、クイーンちゃんはね、まだまだ元気いっぱい遊びます。帰ってくるとね、やっぱり人間もワンちゃんも冷たいね新しい水、飲み物が飲みたいんじゃないでしょうか。いつもお散歩から帰ってくると新しい水で買います。ボス君、クイーンちゃんいっぱい水飲んでね、ゆっくり休んでほしいなと思います。ということでね、もうそろそろ、動画は終了してエンディングになるんですが、いつも見てくださり本当にありがとうございます。もしね、前回の動画、見ていない方おられたら、よかったら見てください。じゃあね、エンディングとパパトークどうぞ。はい、どうでしたでしょうか。何回ね、どうでしたでしょうかってね、言うかと聞くかと思うんですが、ちょっとね考えながら喋るとね、わけわからん日本語になっちゃいました。でもね、ありのままでねパパトークしたいと思います。ということで、
今日はね、新しい首輪でのお散歩、そしてね、海に、夜の海に猫ちゃんを見に行きました動画、我が家の猫ちゃん、実家の猫ちゃん、ワンちゃん、お猿さん、どうでしたでしょうか。何回ね、この動画でどうでしたでしょうかってね、本当何回聞いてもね、何回言ってもね、どうでしたでしょうか。ということで、もしね、今日の動画がいいねと思った方、いいね、コメント、チャンネル登録、コミュニティもやっています。よかったらね、よろしくお願いします。じゃあね、今日も素敵ないい一日を。